さあすごいもう監督の笑顔が魅力的すぎますね。いや,いやそんなことはね緊,緊張してるだけなんです緊張してますかはい、はい、でももう出てきて一言いただいて2秒で面白い方だと分かる石田監督なんですけどもじゃあ順番でご挨拶はいただきたいと思いますのでまずはですね、えー、熊谷光介役田村睦美さんです。 どうも皆さんこんばんはこんばんはで合ってますかね合ってますいい時間じゃないですか19時ですから <laughs> そ,うそうですよ、ね、はいこんばんは、えー、熊谷光祐役光祐役の田村むつみです、えー、皆さん、えー、た楽しんでいただけましたかねわあ楽しいです楽しいですよねありがとうございます今日短い時間なんですけどあのいっぱい私たち喋らせていただこうと思いますのでこちらのトークの方も楽しんでいただければと思いますよろしくお願いします。 さあそれでは続きまして都内夏目役瀬戸朝美さ,さんです。はい都内夏目役の瀬戸朝美です。いや皆さん今見ていただいた後ということでもう胸いっぱいだとは思うんですが、えー、私たちも少ないあ少ないじゃない短い時間ではありますが <laughs> あの思いを話していけたらいいなと思いますのでどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。そして続きまして。 のっぽ役村瀬歩夢さんですはい、えー、皆さん今見終わった後ということでいろいろこう胸にねあの思うところとか良かったなって思う気持ちがいっぱいだと思うんですけれどもちょっとそこにね我々のトークで花を咲かせてあげられたらいいなってのっぽ的に思っておりますよろしくお願いいたしますありがとうございますさあそして石田博康監督 はい、ご挨拶を一言いただきます。はい、はいえー、改めましてあの雨を告げる漂流団地あの監督をさせていただいた、えー、石田裕也と申します。えー、っと、えー、あ。 緊張しておりますが、あの、あのー、本当にこんな、あの、半袖半パンの、こんな、こんななりでちょっとあれですけど。一番少年ですよね。あ,あ、そうかも。かそうかもしれないっす、ね。<laughs> あのー、はい、もう小学生時代も、もう案の定、それでずっと過ごしてたタイプが。<laughs> だったので、あのー、まあ、ある意味、そんな気分で、この映画も、あの、時を思い返しながら、作っておりましたし。あのー、その。 そ,そこにあの描いた描いたキャラクター、それをあの見事に演じていただいたこのお三方と一緒にここ登壇あの強行の日を迎えられたのを大変光栄に思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。<laughs> ね、さあそれではですねここからあのお話をお伺いしていきたいと思いますが、あのマスコミの皆さんは後ほどあのいわゆるフォトセッションございますのであの。 フラッシュ撮影はここまでとさせていただきたいというふうに思っております。後ほどまたお願いいたします。さて、でそしてあの本当に先ほど田村さんがお話になられた瞬間に、はい、ああのリアル小学校六年生男子の空気が出たなって思ったんですか。本当ですか。あ,<の>ありがとうございます。えもう一方監督からもリアル小学六年生男子の空気が。 <laughs> さっきなんかそこの控えの廊下で待ってたとき私たちのソワソワ感がめちゃくちゃ似てる <laughs> いや似てたよね似てた可愛かわいい方ですよね, <laughs> ねちょうどマイクを持ってこう待ってたんですよ二人が、うん、でその時の,この肩の具合がシンクロしてるやんけって思って <laughs> そんな気づいてないと思うから後で言ってあげようと思ってマジか全然知らなかった,そ,ったそ,そんななった,かなかったでもなんか確かにちょっとお隣にいてちょっと安心するところはあったんでちょっとそうそう,そういうシンパシーを感じたのかもそうかもしれないですね<知>なんか同じ空気感だなとは思いましたでそれに対してね、はい、あのちょっと大人っぽくなっちゃってる夏目ちゃんとね、はい、そして謎の少年のっぽとしては二、ね、人とも落ち着きがそこにはありますもんね今日はねはい。 落ち着いてるよね我々きっと。我々は多分落ち着いてる。ちょうどなんか役柄的にもねあそうかもしれない、うん、言えないのが残念なんだけど確かに <laughs> な,んなんかね <laughs> その始まる前にそのみんなでじゃあこういう感じでお話していきましょうみたいな大まかな打ち合わせをするんですよ。でもその時にじゃあノッポのことも喋れるのかなと思ったらすいません村瀬さんノッポのことは言わないでくださいって。 でもだからここにいる人たちはのっぽの存在を知ってるから書かないでほしいんだけどちょっと心の中にね公開されるまで止めておいていただけると嬉しいですっていうことを言いたかったんですそうそうそ大事ですからねもしうっかり誰かが漏らしてしまってもそれは書かないでくださいそうなんですよろしくお願いします田村さんと監督からはもう漏れそうな空気すごいちょっとだって今もうすでに言いそうでしたもんあれあれだよねって言いそうだった確かになんか言われれば言われるほどなんかこういってしまいない危ないフリじゃないです 気をつけたいいと思います <laughs> 気をつけましょうね気をつけましょう <laughs> せっかくの,こうあの監督クリエイターがいらっしゃる舞台挨拶なんで、はい、やっぱりこの作品の最大のポイントっていうのは雨を告げる漂流団地これ団地をテーマにアニメーション映画を作ろうと思った方って多分もうねウォルト・ディズニー以来そんなにはいらっしゃらないんじゃないか <laughs> すごい発想だと思うんですけど監督この発想はどこから来たんですかあ,ーあのー まあその確かに今おっしゃっていただいたようにあの団地あの、まあ、それ自体はいろんなあの映画で扱われてきたモチーフではあったりするんですけど漂流する団地が漂流する。 聞いたことないなと思って、あ,あのそれは確かにあの今までなかったような気がするし、うん、あのな何かしら新規性があるというのとあとなんかその何ていうのかななんか船とかなんかもしくはこう空母みたいななんかすごいかっこいいものとかがこう、うん、ひょ漂流している。 うん、っていう絵面は、あの、すぐにわかるし、かっこいいなと思うんですけど、そこをあえて、なあ,あの。団地が漂流しているっていうのが、ちょっとそのギャップというか、ちょっとなんかお、お、バカな感じというのか。それが、その、最初に書いた時に、気に入ってしまって。あの、やってしまいました。<laughs> やってしま。<laughs> これ、リアル、あの、小学六年生の発想ですよね。ちょっと面白そうだな。やってしまいました。<laughs> 団地漂流してたら、かっこよくね、みたいな。<laughs> でも、ただ、小学生と違うのは、監督、そのために、団地に。 お住まいになったというお話を <laughs> はい お伺いしたんですが、そうです。今もお住まいなんです。あ、今も絶賛サン、お住まい中。お住まじゃなくてなっている。なっている。すごい。作品のあのこう制作が決定して、じゃあそれが必要だってことになって移り住まれたんですか。そうですね。まずはあの形から入ってみるっていうあのことで、えっとそのなんだろう、あその二年前ぐらいか。 2>, 2年前ぐらいに、あのー、自分、あの、あの、結婚式があったんですけど。お<ー>、お<あ>、おめでとうございます。あ、あ、あ、そ,そんな、過去の頃だね、<laughs> あれなんですけど。その時に、あの、ちょっと奥さんには、とても、この、あの、言えなかったんですけど、あの、この。け、あの、結婚式の準備が忙しいさなかに。あの、なんか、非常に、その企画をやりながら、団地のきょ興味がとても、あの。もう、あの、尽きなくて。あ、あちらが準備で、忙しいさなか、自分は団長、ひたすら検索しまくって。<laughs> <laughs> でも、でも、仕事に必要なことで。<laughs> そうでもあるんですけどこれこを奥さんに言ったら絶対今怒られてるだろうなと思ってでも監督これ記事に書かれちゃいますよあ、のバレちゃいますよあとであとで一年ぐらい経った後に、あの実はそうだったんだっつこてもうこれ時効だから許してっていう感じがしたんですけでもとにかくそのぐらいあの時気持ちが高まってあののもうそ結婚式が終わったその直後にもう個人的に探しに行ってそれでその後にいや ここリノベはされてるし綺麗だししかもなんか立地もいいし住んでみようということで,、うん、であの作品のためというのもありますしあのなんかあのそれにああいうゆとりのある場所に、緑あふれる場所に住んでみたかったということで<ー>思いい切って飛び込んで、ええ、あのししまいました <laughs> <も>え。実際、団地住んでみてどうでした、うんあ 素敵です今前はその前は会社がある都内のとある町に会社からすぐもう徒歩5分ぐらいのところに住んでたんですけど自分の部屋の窓を開けたらすぐ向かいが家みたいな人様の窓みたいなそんな感じの都内ではよくあるあるのの立地条件だったんですけどそれが今は窓を開けたら木があり あの同じ塔が何個か立ち並んでそこの間に緑が向こうまでずっと続いてるみたいな本当に漂流団地の,あの、うん、冒頭というか夏目があの最初に冒頭で見ていたあの景色はうん、うん、もうまさにあの自分があのあの見ているあの景色をイメージしながら。えーえー 書いてあの、うん、本当にそういうあのそれだけでも自分はあの、うん、あーなんか住んでよかったかもって思ってしまいましたあの、うん、えなんか作品というよりもかもう完全に自分のいやでもサマいの話を <laughs> でも作品にそのダンチの魅力ってとっても出てると思うんですよ、はい、であすごい拍手。<laughs> <laughs> ううえ今日なんですかあの <laughs> ハウジング分譲会とかそういうこと <laughs> なんかそんな感じになっちゃって、ね、<laughs> えなんかぐらいの感じですかえでも <laughs> すごい <laughs> あのただ本当にでその団地の魅力ってきっと日本人ならみんななんとなく感じていることだと思うんですけどそこの団地にいる主役って子供たちじゃないですか、はい、でも本当に子供たちが団地でぎいぎいしてるなっていうのって日本人の原風景にきっとあるんじゃないかなと思うんですけど<あ>まさにその主人公を託されたのが、はい、まあ田村さんじゃないですか、はい、えどうです ですかあの、はい、まずこの作品を、はい、こうあの康介として生きることになった、はいはい、ご感想というのはそうですねあのうすく君を最初に見た時あなんかかっこいいしかわいい少年だなって思ったんですけどとにかく夏目に対して本当にぶっきらぼうですし、まあ、夏目だけじゃなくて他の友人たちに対してもなんか根は優しそうな雰囲気を感じるんですけどとにかく素直じゃなくて不安になったんですよね大丈夫か私できるかなこれお化けだ ンチもさ、うん、みんなに行くぞ行くぞって言われて行かねえよって言ったのに、うん、誰よりも早く待ち合わせ場所に来てたりとかそうなんですけど <laughs> あの感情表現がとにかくうちにうちにみたいな感じなので私たちの仕事ってやっぱあの発するじゃないですか、うん、それをうちにするって結構難しいなと思って、うん、結構最初苦戦してはいたんですけどあの監督とか共監督の恵理子さんとかからあのいろいろ こう支持をいただいてあのまあだんだんコスケくになっていけたかなって思いますね。はい。なりました。コスケくそのもの。ありがとうございます。そのコスケくがちょっと素直じゃないところに対してまた夏目ちゃんがあのこのぐらいの世代って絶対女の子の大人なんだよね。そうですね。いう感じが絶妙に出ていらっしゃいましたけれども瀬戸さんははいどうでしよう夏目ちゃんどんな気持ちでそうですねまあまず最初にこのオーディション のお話が来た時にやっぱり最初に「おお!」ってまず挑戦だったのがまあ小学生だっていうことでまあもちろん我々は大人なわけですけどまあアニメ作品の中でこう子供だったり演じることはありますけどやっぱこれだけあのリアリティのあるというかそういう作品での,あのやっぱ小学生ってなるとなんか本当小手先では通じないというか若いお芝居をし ししすすぎるると嘘にななじゃいいですけど難しいね、うん、その我々にもジレンマがあるしねいろいろと。しかも小学6年生っていうそのちょっと中学生大人っぽくもなりつつみたいな絶妙な年代っていうのもあったので、うん、あのもちろんその感情彼女の個性もそうですけどあの年代としてやっぱりとっても演じるのが難しい。 かなっていいう,うには思いましたしたそれこそ見ていただいた皆さんお分かりだと思うんですけど夏目はちょっとやっぱ抱えてるものが多かったりとかあとそれをあえてこう表現しないというか自分のせいだって自分をこう追い込んでしまう子だったりもするのでそういう部分の表現はあの本当に監督とあの木村さん音響監督の木村さんと本当に丁寧に相談しながら作っていったなっていう感じですね。 その絶妙な感じこれを「ノッポどうですか?」って聞きたいんですけど「ノッポには聞いちゃいけないんですよいや、でも話せることももちろんありますよちゃんと手札持ってきましたから持ってきましたいやノッポはそれこそかなり最初の方に多分収録させてうんうん。そうですねでノッポの出番自体は途中からね結構物語の序盤から最後まであるんですけど一番時間をかけたのが 一番最初にこう出てきてこうポツリポツリとしゃべり始めるときにやっぱりこうこ,こまで言っていいのかななんか制作の多分方監督含めあと音響監督のそれこそ志村絵里子さんの中にも「のっぽってなんかどんな感じなんだろうっていうのがなんとなくみんなのこのイメージの集合体みたいなのはあるんだけどそれをどういうふうに表現しようかっていうのをすごくディスカッションしたりあとやってみてこれどうですかとかこれだともうちょっと弾いてみてとか逆にもうちょっと出してみてみたいなのを。 最初に多分1時間ぐらいかけてしかもでも結構なんかやればやるほど役者側は結構不安になるというかどっちかっていうとあの特に一人だったしなんか「今の大丈夫だったかな?」とか「ちょっと遠くなっちゃったかな?」とか思ってる時にそれこそもうあのえり子さんも監督もなんですけどなんかすごくなんで向こう側で。 のっぽのことをちゃんと深く考えてくださってるのが分かってこっちももっとそれに対して報いたいっていう気持ちが生まれてきてだから僕だけじゃなくて本当にみんなでこう作り上げたキャラクターっていう感じがしてて大好きなキャラクターになってますっていう話を今日一番したかったしちゃいましただから夏目とス介は音が入ったやつを頂いてそれを後から聞いてあ こういう感じなんだっての思ったけど、どういう風に届いてるのかがちょっと不安だったから、なんかいつでも優しいよね、見守ってくれてるし、そうね。本当最後の方のシーンなんて私もママかと思ったもんね。ママママ。ママあるよ。そうがね。ごめんなさい。ママ味とかごめんなさいね。本当ないママみあるからいいだよ。ママみあるなと思って。ノコスケいいだよ。 最初こそ確かにそのあの苦労してごめんをおかけしちゃったかもしれないですけど一緒に作り上げてで最初こそ淡々とこうしたキャラクターですけどなんかこう徐々にじゃないですこの感情が徐々に見え隠れしていって、うん、最後の方は。 ちょっとこれあれあどこまで言っていいのかわからないですけどなんかこの、ね、この隣にもこんな顔ができるんだっていうところなんかを見ちゃうとこを作ってる側としてもなんかこうちょっと微笑ましくなっちゃうというか、うん、それはもう村瀬さんにすごくなんかほほ笑ましく演じていたりだいた本当に一番難しい役どころな気がするのっぽって、うん、いやでも楽しかった、すごくやれて。うん でも声聞いたときに、あ、これかって思った、すごくなんか。あ、のっぽっぽと。のっぽっぽい。大丈夫、なんか今ちょっと漂流し始めて。るのっぽっぽっぽい。なんだ、溶け込んでいく感じがする、しかし。それこそ多分、まあ、あの、編集、編集って、え、編集てんですか、もうダビングもされた後、だと、ちょっと。 出番最初に出てきた時ってちょっとこう加工されたというちょっと怖い存在みたいに怪しくああそそここもも面白かったでですす、うん、<laughs> 大好きですね <laughs> 小学校6年生というかこのあの微妙に年上の人たちに対して反発もしたいしでも守ってもらわないといけない部分もあるしみたいな世代がテーマになっていることがとっても大きかったんだなと。うん いううふに思うんですけどまだ自我も固まりきっていない小学6年生ぐらいって例えば田村さんって、はい、あのその時、はい、なんかどういう記憶があるかというか<あ>この場所とかねお気に入りだったなとか、はい、そういういのありますか小学校6年生の時にはとにかく目立ちたいと思っていたタイプのわ小学生らしい,いすん応援団長とかやってました 結構活発なやつでしたね、はい、でもはいでもどっちかってか同じ活発でもやっぱりあの夏目ちゃん寄りというよりはどっちかっていうと浩介寄りだったかなって <laughs>、うん、男子と混じってこうなんかうわーってやってる感じサッカーとかやってたりしました サッカーはあのやりたかったんですけど足遅くてあまたちょっと夏目ちゃんとはそこは違う <laughs> そうなんですよ,そうなんですよどっちかというとこうなんかあのまあわあわあ騒いでるだけのやつみたいな、うん、感じでしたねでも応援団やると一番大きな声は誰かっつったら田村さんが一番大きいみたいな <laughs> そうですねああしかも優勝しましたすげえ私だけの力ではないんですけどでもパワーくれそうな感じはしますねなんか結構力をもらったみたいな感じすごい言ってもらいました、うん、ありがとうございますじゃあ,あの瀬戸さんは 小六ぐらいの記憶というと、はいはい、私は今のむっちゃんの小六の話を聞いてもうイメージ通りでありがたい限りでした,た <laughs> こちらこそありがとうございます一 <laughs> <laughs> するよねる <laughs> あ私はそうですねでもわい活発だったと思います<ー>外で遊んでることのが多くて家の近くにある神社とかで 遊んだりまあ神社で遊ぶっていうとなんか <laughs> ちょっと罰当たりな感じもしますけど神社の下にあるなんか広場みたいなところで遊んだりとかあとはもうそれこそもうみんなその学校の人がみんな集まる公園にもう学校あったら集ってみたいな小学生で遊んでましたね日焼けししてましたあ<ー>んこんんななにに今白いのにそうなんですなん気づいたら白くなっちゃったんですけど、えー、<laughs> ちゃんとひなんかこんがりと。 日焼けしてた健康的な小学生だったんだね、だ 2>, 2人ともすごく。確かに、うん、あれ、村瀬君は、あれは,はね、もうね、カーードゲームが好きで<ー>強そう強いけど、でも中学生とかと、ちょっと上の年齢の子たちと、あとあの同じ学年の友達とかと、みんなで公園でカードゲームやってたの、<ー>で親には塾行くって言って、えー、行かないでカードゲームやってたりとか、<laughs> うわ<ー>そういう意味で悪い子だったんだけど。<laughs> えー 1あの一回それで親に怒られたのが普段どっちかというとゲームしたりとかで家にいたりすること多いのに塾に行ってるはずなのに日焼けしてるから <laughs> <laughs> それでんか「本当に塾行ってんの?」って言われて。<laughs> <laughs> ってるよって言ってそこからちょっと減っちゃったんですけどだから僕もちょっと公園とかねそういうところででもあのよくそんなに名前も知らないような多分12歳ぐらい上の中学生の子たちと56人ぐらいでみんなでなんかカード見せ合ったりとかうわめっちゃ楽しそうだね監督同い年だから分か,かりますよね完全にそう同い年 <laughs>、うん 同い年なんですよ。あの、もうすごいわかります。あの、ここではもしかしたら、あの、なな何のカードかも、言わない方がいいかもしれないですけど。あの、その当時、ぼ流行ってた、某カードゲームで、本当のハマにして、公園とか、もう学校帰りとかで、みんなで広げても。やりました。知らない人とかとも。ありました。だから、もう、まさに、ちょっと、それを。 っかけにちょと個上つなんだったら小学生からしたらめっちゃ大人見える大学生とかもちょっとやってたりしたんでそういうところでちょっと一緒にやったりとかしてだけどやっぱあの人強いんんんですよねそうななかあとね変なズルしようとしてくるから僕の持ってるスーパーレアカードをなんかよくわかんないあんまり強くないウルトラレアとかと交換してこようとしてきたりそれは子供心に「お前は絶対ズルいことしようとしてる」と思ってそれはやめてくださいっていうのは言ってました僕。 ここすごい。ちゃんとそこで対抗して、あ、偉い。あの、僕ちょっとそこ負けて、あの変、変な交換とかしちゃったかもしれない。<laughs> なんか変、変、な話、僕、あの、最終的に、あの、すごい最強デッキができたと思った段階で、うん、あの、全部盗まれました。ね悲しい,悲しい。デッキが、跡形もなく消えてしまって、あの、なんかそっからまた。 少しずつ少しずつ貯めて、あの、あの、もう一回、あの、なんや、人生やり直してましたね。切なすぎるいや、その小学生に、そんなことない人がいるんです。ねデッキを失う痛みを知ってるから、もう、デッキ、あの時のデッキ。命ですよ。そう、命、命なんですよ。命なんですよ。シンクロしてる。シンクロしてる。ああ、やっぱり、同期として、その辺ちょっとわかりやすい。そうですよ。がね、監督はね、今でも小学生に混ぜてもらえそう。 ええ、でもその小学生時代をいっぱい生きていたことがこの作品にきっと反映されている感じがいたしますがで今回ですねあの主題歌挿入歌を実は担当していただいたのが「ずっと真夜中でいいのに」さんなわけですけども今回ボイスコメント頂い,いていますということなので今日はご来場の皆様にも同時に聞いていただきたいと思いますではどうぞ劇場にお越しの皆さんこんにちは主題歌挿入歌を担当いたしました「ずっと真夜中でいいのに」です。 改めてご依頼いただき本当にありがとうございます主題歌の制作途中段階で石田監督にあの共有させていただいたところ楽曲から子供たちに対する理解の深みや彼らの成長を感じられると言っていただけて子供たちの漂流団地の経験だけで終わらない先の人生を感じられる曲にしたいとより 考えるように制作いたしました。できました。感謝です。私も昔から団地のたたずまいにすごい惹かれてまして、初めて監督とお会いした際に団地好き話ができてすごい楽しかったです。映像コンテから、あの、漂流している団地のアニメーションも本当に素敵で見とれていました。好きなシーンはたくさんあるんですが、 夏目との会話でスケが恥ずかしそうに強がっている表情が最近はお気に入りです二人の不器用でまっすぐがゆえの関係性に個人的な懐かしさもありすごい愛,し,愛おしい時間でしたいくつになっても些細な気持ちの気づきを大切にしたいと感じさせてもらえる作品に 携わることができて本当に光栄です映画雨を告げる漂流団地を見に来てくれた皆さん楽しんでいただけたら幸いです何卒何卒ですありがとうございましたずっと真夜中で稲荷でしたありがとうございますはい監督いかがでしたかあいやーもったいな京子本当にあの,あの いや。でもあのありがとうございます。あの実は昨日もあの,あの関係者であの中で、あの死者があった時に、はい、あの実際にあのお会いして話しちゃったりも。も、うん したんですけどいいんですよ監督とアーティストですからそれで<え><え>今あ,あの自分だけ、はい、あの抜けがけしたみたいな言い方になってますけど以前クリエイターとしては正しい姿ですえいや,えいやでも結構なんかそれに近い感覚ですよあのなんか自分だけいいのかなみたいなあのですけどなんかそれに加えてなんかあそういう感じであのそういう風うに感じながらあのそういう風うに考えながらあの作っていただいたんだなっていうのが今あの余計にあのあ言葉で 実際のこの今の言葉でよりあの感じることができてなんか嬉しいですあの本当にあのこの作品を作っていてなんかこうあの作品内容が内容だからっていうのもあるんですけどあのこのこの漂流状況にこのなんかこう道連れにしている感覚がすごくあのあってあの申し訳あの各章にそれぞれの申し訳なさがあるんですけどちょっとゆこさんには本当に入り込んで すいませんでもありがとうございますいやでも思いましたあのはいそのこう政策のスタッフの方関わったクリエイターの方もそうだと思いますけど、うん、今日ご覧いただいた方も多分一緒に漂流した感はすごくあると思うんですよねただ漂流して良かったですよねその気持ちはきっとそれ,それはみんなにすいません <laughs>、ね、いやーでも本当小学生の時とかなんか冒険に巻き込まれたいみたいな気持ちってみんな普遍 <laughs> 的にあると思うんですけどその 冒険に巻き込んでいただきまして、で、最後に、あの監督に。これから、ね、映画、あの雨を告げる漂流団長ご覧になる方に。あの代表して、メッセージをいただきたいと思います。お願いします。はい。なんか、うまいこと言えるのか、といか <laughs>。あの、でも、本当に今言ったことなんですけど、この作品、あの。その、この。 大変な過酷な状況に、あのー、子どもたちの身を,、あのー、を投じさせてしまってそしてあのスタッフもそうですし、えー、ここにおられるお三方もそうですし他にのキャストの方々も本当にそうですしいろんな音響であったり演習であったりいろんなスタッフの方々に、あのー、す,す,すごくなんかこう一緒に、あのー、作っていただいたという。れに それ同時に道連れしてしまったという感覚のもとでも同時にその感謝の気持ちがこうして完成してみると余計に余計に感じてしまうので本当にでもそれと同時にやっぱりあのどうしてもこのご時世っていうところもあるんですけどなかなかこのつながりがこのああの薄くな,ならざるを得ないっていう状況の中であのあのもうそれでもあの。 やららねばならないあのやれる限りの連携をとってやらねばならないというところであのもう本当に机にへばりついて絵を描いていたのであのそ,れそ,そういった部分でちょっとこの大変な時期もありましたけどですけどこのなんかこうどうしてもこの特にこのス介と夏目この二人には何かいい,あのい,い目を,、えー、をしてほしいなというか。あのし なんかこう助けてあげたいなという背中を押しやげたいなという気持ちでなんとかなんとかこうしがみついて帰ってたところがあったのでそれがこうなんかこう少しでも届いてくれたらなという気持ちですねとにかくとにかくあの非常にクソマジなコメントになりましたあの聞いてて <laughs>、はい、あのこう夏目くん夏目ちゃんとコウスキくんのあの 卒業式に担任の先生がコメントしてるみたい。え、あ、そんな感じでした。そんな感じでした。校長先生だったら、もっと言うこと、いいこと言うな。って担任の先生っぽかった。担任の先生ぐらい。一番近くで見守ってくれてた。ずっとね。感じ。そう。 なんですかね。そんな感じが確かにしますね。うん、だから生徒さんたちももちろん大変だったと思うんですけど、本当は一番大変だったのはきっと担任の先生だと思うので、監督素晴らしい作品最後まで作られて本当にお疲れ様でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。